おはようございます。11月4日第804回ポコナカアニマルラジオになります。今日はね、まあ定期的なあの記録としても撮っておきたいということで、コブジャパンさんから来たね、頭部箱がね、ちょっとなんか黒く映っちゃいますね。なんでなんだろう、暗いからかなと思うんですけどね。微妙なあれだな。いや、もっとね、色は全然、あ、飛んじゃうな。なかなか難しいですね、あの iPhone のカメラの設定は。かなりあの今頭がもうすごいことになってるんですけど、この画像で見るとね、なんかただの黒い頭部になってしまってるんですけど、甲羅もね、こんな色じゃないですね。難しいな。こうするとちょっと、でもそれでも色が茶色になっちゃうな。あ、赤く白っちゃけて飛んでますね。難しいなこれ。実際の色がちょっと出てないんでね、悔しいところなんですけど、非常に素晴らしくなっているコブジャパンさんのね、あの今年一番じゃないかと呼び声の高い、頭部箱、まあ、コブジャパンさんの中でという話ですね。他の、ね、ブリーダーさん合わせたらね、もっといろいろあるんでどうなるのかよくわからないですけど、まあ、コブジャパンさんのところで生まれている頭部の中では多分これがすごいんじゃないかなっていうのを譲っていただいた、個体です。実際もう甲羅の色の毛も激しいですし、頭の模様もね、かなり出て、ああこれがまあ近いかな。これでもまだちょっと黒い部分が強い気がします。もっと黒い部分がね、薄グレーに近く、まあ薄グレーちょっと濃いグレーぐらいになるようなイメージなんですけどね。まあこれは頭の色がよく出てますね。ああ、おかしくなった。また難しいな。非常に難しいんですけど、まあとりあえず模様はすごい出てますよねという個体です。餌食いもね、人工飼料をしっかり食べている状態で、コブさんの方から、ね、渡していただきましたんで、まあ、本当にね、至れる尽くせりの、感じでね、譲っていただいたカメなんですけど、まあ、何も苦労することなくね、人工飼料を食べて成長してるんで、あとは僕がしっかり、ね、まあ、ある程度きれいに育て上げることができるかできないかだけだっていうね、話になってくると思うんでね、ちょっと一生懸命やってるんですけど、どうなるんでしょうねという感じです。まあ、あの昔から頭部でよく飼ってるんですけど、ちっちゃい時にね、あんまり画像とか残しとかないと、大きくなった時にね、こうなってるんだけど昔はこうだったよっていう説明にもなるし、自分でも記録として撮っといてね、それを見ることによってね、あ、この時はこうだったんだなって再確認ができるんですよね。なので、まあ僕はね、 YouTube やってるからよりこういうのを残しやすいんですけど、皆さんもね、飼育をしている段階である程度ね、まあ、1、2週間に1遍ぐらい写真を撮っておいて残しておくっていうのもありなんじゃないかなというふうに、僕は思っています。そうすることによってね、次にまたね、何か買うだったり、まあ、あとは、まあ、そこの、ね、個体でベビーを撮った時にね、この親個体はこの時はこういう感じだったよっていう説明だったりね、あれにもなるので非常にプラスになると僕は思っているので、ね、なるべく記録は残すように、しているんですけど、それでもね、やっぱり記録を取ってなくてね、あ、しまったなと思うことが多々あるんでね、まあ、あの、ある程度ね、自分で分かるうちに取っといてね、それをしっかり使用して、なんかプラスになるようなね、飼い方をしていけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、これ難しいな、本当。 iPhone のカメラね、思う通り撮れないんですよね、いつも。まあ、こんな感じでね、もっと色が薄いですね、やっぱ実際見ると頭はね、首の方から黄色で、そのままだんだんね、頭の鼻先に行くに従って、まあオレンジ、赤とまではいかないけど、オレンジっぽい感じ。口も赤いんですけどね。ただうちって大体赤系になるんですけど、こいつの確かね、親が赤系だった気がするんで、赤くなっちゃう気がするんですけど、イエローのね、頭部も欲しいなとね、常に思ってるんですけどね。でもどうしてもね、やっぱ赤系に寄ってしまうのは、まあ僕は赤系が好きだからなのかもしれないですっていう感じでね、まあ、どう育つのか、ね、非常に楽しみな頭部箱なんですね。もう本当ね、早く、ね、アダルトになってほしいなと思ってしまうんですけど、ただね、こういう小さい時期をね、しっかり苦労して歩んでいってね、そこで成長を見ながらね、やってた時の、成長してアダルトになった時の感動といったものはないと思いますので、
まあ、それも楽しめる一つの要因なんじゃないかなと思うので、飼育を楽しむということもね、考えていただくといいのかなというふうに常に思っています。さて、昨日はね、埼玉県養殖魚祭りが本当の名前だったかもしれないです。そんなところにね、行ってきました。ね、去年に続いてね、久しぶりというか、まあ、僕去年初めて行って、で今年っていう感じで、今年はね、本当はね、あの牛もつごのね、ベビーが売ってるんじゃないかと思ったんですけど、今年取ってないって話だったんでね、ちょっとあの話をしてきたんでね、まあ、今後どうにかね、なるようにしてほしいなと思うんですけどね、牛もつごをちょっと、しっかりね、うちでも飼育して、まあ、いずれ増えたらラッキーかなというような感じでね、やっていきたいなというふうに思っていますので、まあ、それで行ったんですけどね、まあ、牛もつご、日本の淡水魚、岐阜県とかあの辺りにいるみたいなんですけど、今もう結構ね、あの多分採取が全部禁止になってるんで、繁殖個体しか飼育できないはずなんで、まあ、ここからどれぐらいね、規制が厳しくなっていくのか正直わからないところなんでね、まあ持てるうちに持っといた方がいいのかなというところなんですけどでね、まあそれも買えないしって思ってたら、北川部金魚園さんがね出ていたのが、まあ、僕よく北川部金魚、よくって言っても1年に数回しか行かないんですけど、今年はまだ多分1回も行ってないなって。で、あの金魚をちょっとあの覗いたら、赤目のねいい魚、まあ、多分あの爬虫類業界で言われてるTプラスアルビナみたいなものだと思うんですよね、の、個体がいたので、それをね買ってきたりして楽しませていただきました。爬虫類とねアクア業界が結構被ってるんでね、まあ出店してるメーカーさんだったりショップさんだったり業者さんだしね、顔なじみの方もたくさんいて、でまさかこんなところで会うんだって人もいれば、まあまあやっぱりいつもいるよねって人もいてね、そういう人たちとねいろいろお話をして、そして良い金魚を見てね楽しむことができました金魚をやってて良かったなって思うのはね、その同じ、ね、あの品種でも、ね、やっぱりクオリティによって、ね、値段が全然違ってくるっていうところですよね、まあ、よりそういうところに目線を向けることができるようになったというところで、なのでね、まあ、東部箱飴なんか今まさにそんな感じになっているんですけど、やっぱりよりなんていうんですか、美しいものだったり綺麗なものっていうものと ね、そこに価値を見出すっていうのはね、多分人間なんでね、いずれそういう風になっていくだろうなと思っていたら、予想通りの展開で今ね、いい頭部がね、とかむしろいい頭部の方が売れるような時代になってしまったというね、不思議なことが起こっています。なのでね、そういう目線をね持って、まあ、頭部箱飴じゃなく他の亀にもね、そういうのを向けていくとね、面白い結果が得られるんじゃないかなというふうに思います。そしてね、昨日どうも夜ね、あの僕寝てたところに LINE が来てたんですけど、錦鯉の業者さんからね、新潟の池上げが終わりましたよって話で思ったより、ね、サイズが伸びていたんで、あと2年後3年後にね、大会に出せるかなっていうような感じなんですけどね、そこでちょっとね、当面 お休みしてそこまでね買い込んで、あの伸ばしてね、ちょっと大きい大会に出してみたいなというふうに思ってるんで、そういうことも考えたりしてね、まあ、あの亀だけじゃなくてね、いろいろやってるということですね、まあ、金魚から錦鯉から川魚から、ね、本当は熱帯魚も非常に興味があるし、ね、まあ、小動物は多分手間がかかっちゃうので僕はできないんですけど、で飼ってみたい生き物っていうのはね、まだまだ世の中にいっぱいいます。まあ、少しでもね、それを埋めていって楽しくね、そして生き物のためになるような、ね、飼育ができるように頑張っていけたら、ね、いいのかなと思っています。なんでまあちょっと珍しくね、金魚動画もまた上がったんでね、金魚好きの方はぜひ来ていただけたらありがたいと思います。ということでね、今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。